どうもー、はい、楽しみご飯の時間ですよ。ということで出来上がりました。作ってると撮ってないですけどね。本日はこちらでございます。これ美味しそうだ。ちょっと暗くします。明るすぎますね。ちょっと暗くします。そしてこうです。絶好調でございます。こうしましょう。顔ちょっと言いましょう。これでどうでしょうか。もうちょっとこうか。あ、やぶれ。あ、出していただきます。そして豚汁もあります。サバ缶もあります。これはね、本当は今日これするつもりじゃなかったね。サバ缶食べようと思って出しておいたね。で、そうやってる、なんじゃかんじゃやってるうちにこっちがいいなと思ってこっちに切り替わったわけです。そういうことです。最高。あ、最高。豚汁最高。あっしゃ、なんか揚げ入り豚汁最高。あ、煮干しもそのままこうです。あー、いいね。ほら、最高でしょうよ。あー、おいしい。あー、おいしい。もう本当はこれだけでもいい。本当はこれだけでもいい。毎日これでもいい。今の煮干し丸ごと。これ豚。うん。ああ、おいしい。いやー、たまらんわ。こういうの食べてるときは一年中ずっと冬だったらいいのにと思っちゃうね。一年中ずっと冬だったらいいのになって、こういうの食べてるときは思っちゃう。ああ、かき氷なんか食べてるときは一年中ずっと夏だったらいいのになって思っちゃう。わがまま人間って。うん、ごめんなさい。人間でじゃない、私って、キジマってでした。なんか揚げ大事に大事に食べてます。うん、おいしい。ごめんなさい、結構贅沢に派手に食べてます。食べちゃうね、飲んじゃうね。うん、冗談じゃなくて本当にこれだけでいいよ。毎日これだけってわけにはいかないけど、あれ、大根もうなくなってきたわ。なくなってきちゃった。ああ、おいしい。最初に汁ばっかりちゃう。人参もだけど、ネギがあったらね、もっと最高だって取れてます。ネギがあったらもっと最高だったよな。これも十分おいしい。うん、トマトもおいしい。トマトもおいしい。うん、ちょうどいいわよ、この酸味が。またうん、急にとん平焼き思い出して、でとん平焼きといえばね、猿渡さんなんですよ。カレーが
ご飯食べに居酒屋さん行くたんびにとんぺ焼き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 でしたのを思い出した。今急にこの酸味、最高だ。牛肉ソーセージ日本は多かったな。うん、おいしい。贅沢すぎない？おいしい。おいしい。これ、いくらだよ。買ってきてんだっけな。一本いくらぐらいなんだろう。5本か。ちゃんと考えてみたことなかったね。いくらくらいなんですかね、1本ね。うまい棒って今いくらだ、1本30円ぐらい。ガリガリ君は、ガリガリ君60円70円。うまい棒いくらだ。うまい棒いくらでしょうね。30円ぐらい、100円はしないよね、あれは。魚肉ソーセージいくらだろうな。はぁ、おいしい。これあれ、今日はさ、あのビタミン飲んだっけな。ん、飲んだっけビタミン。あ、どっちだっけな。忘れたかも。忘れたかもな。どっちだっけな。うん。あ。どんどん年取ってきて。いやいやいや。危ない危ない。本当に本当に危ないですよ。そう、いやいや、あ、いや、
当に。もうこんなにじゃん、今度最後デザート、最後デザートです。あー美味しい。明日とか買っとんダメかと思った明日か明後日だな。ということで、天才つけたもがいい卵に使っちゃったな。牛肉ソーセージに豚汁、美味しかったな汁。いやもうほんと汁だけでもいいぐらいですよ。ほんと贅沢。今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張っちゃおう。